誰だ？まさか機関のスパイ？お兄ちゃん、まだ起きてる？ふう、びっくりした。マイシスター、こんな遅くにどうしたのだ？ごめんね、こんな時間に。なんだ、何か用事か？今日のこと謝っておこうと思って。何のことだ？どうしても外せない用事があったから、お兄ちゃんに美味しいご飯作ってあげられなくって、本当にごめんね。おいおい、マイシスターとしての自覚が足らんぞ。あと俺はお兄ちゃんではない、兄様と呼べ。え？いや、なんでもない。今のは忘れてくれ。わかった。別にいいよ、兄様。おお。左目が、この魔眼、レイディングスタイナーが疼く。大丈夫なの？大丈夫だ。この疼きはいつものこと、すぐに収まる。そうだったんだ。もう大丈夫だ。問題ない。大したことなくてよかった。それでお前はやるべきことをサボって何をしていた？何の用事かっていうと、何でもない。何もやってないよ。本当に何でもないから。まあ今日のところは見逃してやるとしよう。やれやれ、俺も随分甘くなったものだ。昔ならば容赦なくマイシスターの命を絶っていたところだろう。あ、そうだ、お昼のお弁当はどうだった？最近バナナや唐揚げは食べ飽きていたところだ。今後もこの差し入れで頼む。そっか、よかった。口に合わなかったらどうしようって思ってたんだけど、これで一安心ね。すまないな、全て任せっきりで。しなくていいよ、家族なんだからね。なあ。それにお兄ちゃんはいつも私の料理を美味しそうに食べてくれるんだもの。私だって頑張っちゃうよ。まあほどほどにな。ところでお兄ちゃん、さっき洗濯しようとして見つけたんだけど。あ、このハンカチ、お兄ちゃんのじゃないよね？誰の？聞くな、それがお前のためでもある。ああ、わかった、マリュピッさんのハンカチでしょ。なぜその名を？匂いでわかるもん。それでどうしてお兄ちゃんが持ってるの？極秘事項だ、部外者には明かせん。聞きたいのか？いや、やめておけ。それを知ることでお前にも最悪が降りかかるかもしれん。最近お兄ちゃん帰りが遅いよね。まあな。研究室で勉強？いかにも、聞いて驚くな。俺は人類史にその名を残すであろうタイムマシンを作っているのだ。そうなんだ。お前もっと驚いたらどんなのだ。クリオスさんとでしょ？なんだ、知っているのか？でもあの人ってお兄ちゃんネタだよ。あんな人と話してたらお兄ちゃんまでネタになっちゃうよ。お前の個人的見解は必要ない。クリスティーヌがネラーでニコ中でアンカーで自分のおっぱいウプしたりする女だろうとラボメンであることに変わりはない。お兄ちゃん、昔は私の話ちゃんと聞いてくれてたのに、最近はあまり聞いてくれないよね。おい、どうしたんだ？そんなに構ってほしいのか？それに私とも遊んでくれなくなったし、いつもマリュピさんと一緒だし。何を突然言い出すんだ？あんな人、どうせお兄ちゃんのこと何も分かってないんだから。なぜお兄ちゃんのことを世界で一
私もよくわかってるのは私なの。他の誰でもない私。ストップ。落ち着け。ごめん、怒鳴っちゃって。お前は相変わらずキャンキャンとうるさいな。お兄ちゃんがそういうところで鈍いのは昔からだもんね。わかってるよ。ん？なんだ？何をブツブツ言っている？それはそうと、今日の晩ご飯どうしたの？三本で牛丼だ。そっか、外食したんだ。それで一人でご飯食べたの？ああ、そんなところだ。一人で食べに行ったんだ。で、何を？やっぱりあの女の匂いがする。お兄ちゃんの嘘つき！何をする！ねえ、どうしてそんな嘘つくの？お兄ちゃん、今まで私に嘘ついたことなかったのに！手を離してもらおうか。へえ、ゆうびさんと一緒だったんだ。なぜ知っている？それで手料理食べさせてもらったの？それはよかったね。あまり俺を怒らせない方がいい。でないとお前に見せてやらねばならなくなる。この俺、王院教魔の中に眠るまがまがしき狂気の力女。そうなんだ。おのれ、もっと驚いたらどんなのだ。お兄ちゃんは優しくてかっこよくて、でもちょっと最近頑張ったは分かってた。貴様、今何と言った？でもお兄ちゃんはきっといつか絶対私の気持ちを分かってくれるって思ってたから、ずっと我慢してたんだよ。めまいがしてきた。この現実を改変したい気分だ。それなのに私に隠れてどういうこと？信じられない。もう、もしかしてすごく怒っているか？やっぱりあの女がいけないのね。幼馴染とか言ってお兄ちゃんにすり寄ってくるけど、結局は赤の他人じゃない。後ろめたいことは何もない。お前の発想は実にスイーツかっこ笑いだな。あんな奴にはお兄ちゃんを渡さない。渡すもんですか。出たな、ヤンデレセリフ。どうせ友達もいないし、家に帰っても一人ぼっちで寂しいから、この兄様に構ってほしいというわけだな。このお子様め、たとえ幽霊になって出てきてもまた始末すればいいんだもんね。どういう意味だ？ん？どういう意味って、そのままの意味に決まってるじゃない。お兄ちゃんにすり寄ってくる意地汚い女どもはみんなもうこの世にいないのよ。冗談だろ。ほら、私の手嗅いでみて。ちゃんと綺麗にしてきたからあいつらの匂い全然しないでしょ。そんな嘘だろ。今日お兄ちゃんの晩ご飯を作れなかったのは邪魔な女を片付けてきたから。なんで殺したんだ？だってお兄ちゃんにはあんなのいらないもん。お兄ちゃんのそばにあんなのがいたらお兄ちゃんが腐っちゃうわ。なんだよそれ。なんなんだよそれは。お兄ちゃんを守れるのは私だけ。お兄ちゃんは私だけ見てればいいの。それが最高の幸せなんだから。お前は救いようのないバカだ。そんな夢物語を信じている脳みそがお花畑な奴にはそのまま死ねと忠告してやろう。どうして、どうしてそんなこと言うの？お兄ちゃんはそんなこと言わない。私を傷つけるようなこと絶対に言わないもん。そんなのお兄ちゃんじゃない。痛えだろうが。ポエムならばチラシの裏にでも書いていろ。もういい。妖刀だと。最
初からこうすればよかったんだ。これがシュタインズゲートの選択か。こうすればもう誰にも邪魔されないんだ。俺だ。どうやら邪神の封印を解いてしまったらしい。もし1時間以内に連絡がなかったら両親に愛していると伝えてくれ。ずっとずっと一緒にいようね。エル、プサイ、コングルフ。お兄ちゃん！急にすごい声出して。夢？暑さでやられた？ああ、たまに右腕がうずくのだよ。そうすると俺の心はドス黒い破壊衝動に支配され。お前は一体誰と戦っているんだ？ダメだこいつ、早く何とかしないと。あれは夢だったんだ。あんなの現実に起きるはずがない。あれれ、お客さん？よせ、開けるな。